カオールは、フランス南部、奥下にー地域圏の都市である。ロット県の県庁所在地。市内には、ロット川が流れている。市内のサンテチエンヌ大聖堂と、ロット川に架か,かるバラントレ橋は、世界遺産、フランスのサンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一部として、登録されている。カオールは、ケルト時代からの長い歴史を持つ。しかし、 経済的に中世以降は衰退してしまい、18世紀には大学も失った。今日は中世の街並みを目的に来る人の人気のある観光拠点となった。中世、カオールは有名であった。百年戦争からユグノー戦争の間にかなりの騒乱があった。この時期、貸したお金に利息を取る銀行家が存在したことで街は悪名高かった。 この時期のカトリック教会は、利息を取ること自体が、氷利の罪であると述べていた。カオールが、罪の同義語となり、ダンテの、新曲にも、ソドムが邪悪であると、並行して記述されている。ローマ教皇ヨハネス22世は、1249年に、カオールで、靴屋の息子として誕生した。カオールは、非常にユニークな赤ワインの産地としてよく知られている。 奥カオールは、カオールを含むロット県内の45カ村で生産される赤ワインで、マルベックというブドウを70%以上使うことが義務付けられており、色合いは俗にカオールの黒と呼ばれるほど濃く、タンニンも豊富で、長熟タイプのワインである。ありがとうございます。